皆さんこんにちは、まめです。たまです。今回は皆さんからよく聞かれる質問についてまとめてお答えしていきたいと思います。質問に答えていく前に一つ報告がございます。はい、僕たちが年内目標にしていたチャンネル登録者1万人達成しました。ようやくだね。ようやくです。1万人達成のタイミングでコメントをくださった方々ありがとうございます。で、僕たちもコメントには全て目を通してなるべく返すようにしているので、これからもどしどしコメントお待ちしてます。今回は数多くのコメントの中で最も多かった8つの質問について答えていきたいと思います。はい、この動画を最後まで見ていただけますと、筋トレに対するモチベーション向上やより効率的にかっこいい体を手に入れる方法がわかるかなと思います。では早速今回は次のような目次で行っていきたいと思います。1つ目の質問コーナーです。1つ目がどれくらいで腹筋が割れますか。2つ目が1日何セットやればいいですか。3つ目がどれやっていいかわからないです。4つ目がタイミングはいつがいいですか。5つ目は食事制限は必要ですか。6つ目は毎日やっていいですか。また筋肉痛の時やっていいですか。7つ目はプロテイン取らなくても筋肉はつきますか。またおすすめのプロテインは何ですか。8つ目は兄弟ですか。この質問に答えていきたいと思います。で、また最後に僕たちの YouTube にかける思い、また YouTube の今後の方針についても話していければいいと考えています。では早速皆さんの質問を解消していきたいと思います。はい、よっしゃ。どれくらいで腹筋が割れますか。まあこれ本当によく聞かれるんですけど、はい、めっちゃ多いっす。まあ、多いっすね。うん、1ヶ月から遅くても3ヶ月くらいじゃないですかね。うん、まあ腹筋割るためには筋肉量と脂肪量のバランスが大事なんで、まあ、本当に個人差によると思います。はい、まあ例え話なんですけど、はい、じゃあ例えばマネ、東大って何ヶ月で受かる。何ヶ月、うん、いやもう本当にそれまでの勉強の質的によるから、うん、人によるんじゃないかな。そう、もうこれが本当に答えなんですよ。うん、もう人によって腹筋のつき方とかも違うんで、うん、また脂肪量ももちろん違います。なのでこれは断定的には答えられないです。なのでとりあえず腹筋が割りたいということはまず行動に移しましょう。そうですね。はい、まずやってみましょう。はい、1日何セットやればいいですか。基本は1セットで大丈夫です。はい、まあ、とはいえ早く効果を出したいとかっていう人は2セット3セット、まあもしくは限界までやりましょう。やりましょう。はい、動画が多すぎてどれやっていいかわからない。正直この質問もかなり多いです。多いですね。ただ答えはもうどれやってもいいです。もうあなたのもう気分や状況によって変えていただいて大丈夫です。理由っていうのも筋肥大には同じ刺激ではなく違う刺激を与えることがとても大切です。はい、なのでそういった意味でも多くのメニューを出してます。まあ、例えば本屋で参考書なんか選ぶときにたくさん同じような本いっぱいありますよね。はい、その中で、まあ、どれが効果があるかとか、どれがいいかって、結局やってみないと分かんないので、まあ、自分がいいなと思うものを、ぜひ継続して、いろいろね、はい、ぜひ試してみてください。筋トレのタイミングはいつがいいですか？基本はいつでも OK です。まあ、ただ、ベストが食事から2時間後がいいのかなと思います。この理由は食事で摂った栄養素がエネルギーに変わるのが2時間ぐらいと言われてます。なのでそのエネルギーがたくさんある状況下で筋トレやった方が一番ベストかと思われます。また筋トレはかなり汗かくんでお風呂の前にやるのが個人的にはおすすめです。食事制限は必要ですか。答えは必要です。で、腹筋はみんな誰しもが割れています。最初からただ割れてないように見えるのはその上に脂肪が覆いかぶさってるからなんですね。なんできちんとした食事管理をして脂肪量を減らしてあげることが腹筋を割るためには必要だと思います。で、過去に減量についての動画も出してますので、はい、そちらで確認ください。はい、毎日やっていいですか。筋肉する時はやっていいですか。はい、これも基本 OK です。はい、まあ、筋肉するときはね休んだ方がいいんですけど、自重トレーニングはジムとかのトレーニングと比べると負荷も弱いので、はい、毎日やっても OK です。ただし筋肉痛のときは基本休めてあげる方がいいと思います。筋肉痛っていうのは筋肉が壊れて前の筋肉よりも丈夫になろうとしてるんですね。これっていわば筋肥大をしてる瞬間なんですよ。なのでその瞬間はきちんと休めてあげてタンパク質を摂取して休めてあげてください。プロテイン取らなくても筋肉はつきますか。おすすめのプロテインは何ですか。プロテインを飲まなくても筋肉はつくんですけど、プロテインがあくまでタンパク質を英語にしてるだけなので、はい、まあ食事、肉とか魚から取ってれば問題ないです。うん、ただプロテインを飲むと効率的にタンパク質が取れるので、個人的にはおすすめしてます。はい、おすすめのプロテインは、B レジェンドのベリーベリーベリー味です。はい、はい、ベリー3つ。兄弟ですか？僕たちは兄弟では、ありません。これも時々結構来るんですよ。まあ今もね、なんかこうお揃いの T シャツの色違いみたいな感じで着ちゃってるんですけど、で僕たちは早稲田大学の頃の友人です。でまた共通点としてはお互い浪人してたりとか、あとはもうやると決めたらもうこれはもう最後までやるっていうちょっとこう、まあ、熱苦しい男たちなんですよ。でそういったところから今の共通の趣味である筋トレもやりだしました。最後に YouTube にかける思いや今後の方針についてお話ししていきたいと思います。はい、僕たちは YouTube をどんな人に見てももらいたいかと言いますと、筋トレをやりたいがなかなか一歩が踏み出せない方、また筋トレが継続できない方、一人だとやる気が起きない方々に見てもらいたいと考えています。
その方々を意識した上で励みになる言葉や応援のメッセージを動画内に取り入れてます。実際僕たちも一人で筋トレを行うよりかは二人で行ってお互いに活を入れながら行う方が最後まで諦めず取り組めた経験があります。その経験を皆さんにも同じように経験していただいて筋トレを習慣にしてほしいなと思ってます。で今後の YouTube の活動方針なんですけども、今後はチャンネル登録者10万人をまず目指します。そしてより多くの人に筋トレの良さを伝えて筋トレを習慣にできるよう頑張っていきたいと考えてます。また今後はチャンネル規模の拡大に伴いパーソナルトレーナーとして活動していきたいと考えてます。直接一人一人に教えることで筋トレの良さや筋トレの楽しさを伝えていけたらなと思ってます。最終的には自分たちでジムを経営して痩せたい方や筋肉をつけたいといった同じ目的を持った同志たちが集まり切磋琢磨できる環境を作りたいと思ってます。また最後にこれだけは皆さんにお伝えしたいと思います。筋トレのみならず何事もまず行動に移さなければその効果も実感できません。まあ、現状行動に移さずだらだら過ごしてしまっている方も多いと思います。ですが今の状況、例えば太ってるとか捨てるとかっていうのは全く関係ないです。やると決めたことを最後まで諦めずに継続すれば今の自分なんていくらでも変えられます。筋トレはやればやった分だけ必ず成果が出るものです。また時間がないからとか疲れたからといって行動しないことも言い訳です。まあ、実際僕たちは会社員として普段平日働いてるんですけど隙間時間を縫って撮影したりとか編集したりしてます。なのでいくらでもやろうと思えばできますし、自分を変えようと思えばいくらでも変えれます。筋トレからは本当に多くのものが学べまして、で例えば諦めない精神であったり、まあ、努力すればどんな自分でも変えられる自信、また時間管理であったり小さな成功体験というものが得れます。この体験はきっと数年後にあなたの仕事に対する価値観や考え方、また日常に対する生活といった部分に影響を与えると思います。なので、はい、騙されたと思ってぜひ筋トレをやってみてください。やりましょう。僕たちは前に進みたいとか、はい、頑張りたいと思う方には全力で活躍したいなと思ってます。はい、はい、最後はちょっと熱くなりましたが、この動画を通して皆さんの多くの疑問が解消できたと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これからもマメタマのことを応援よろしくお願いします。はい、また次回の動画でお会いしましょう。はい。